いらっしゃいませ。
これどうしたんだい？早川さんの奥さんにいただいたの。これ兄ちゃんにだって。とてもいい方ね。兄ちゃんからもお礼言っといてね。うん。はあ、知恵の輪だよね。だってすぐできちゃった。そうかい？兄ちゃんできるかな？うん、こんなものはわけないよ。早川さんの奥さんだ。ちょっと挨拶してくるよ。これは早川さんの奥さんですか？まあ、水谷さん。どうぞ。いやいや。ご無沙汰いたしております。いや、こちらこそ。いつからご滞在ですか？お医者様から少し静養するようにって勧められました。ああ、そうですか。特に早川君は？今度の日曜には参るとか申しておりました。そうですか。お父さん、うん、僕のカバンの鍵が見つからないんです。うん、どっか落としちゃったらしいんです。ああ、そうか。ではまた後ほど。ごめんくださいまし。ダメだな。ちょっと貸してごらん。うんうん。こうやるの。ああ、そうか。わかった。こうやんだろ。こう。うん。ちょちょちょ。こうやって、こう。ヤトさん。お客さんがね、鍵をなくしたんでね、これを力いっぱい引っ張って開けてみてくれとおっしゃるんだがね。さっきの坊ちゃんのだよ。ああ。うん。こうやればいいんだろ。惜しいところでしたので。もう一回かな？うん。もう一回やってみよう。やたしさん、どうしたの？言われちゃったよ。どうして？お客様はね、カバンの鍵がないから、開けてくれって言うから無理に引っ張ったんです。だからカバンの皮が破けちゃったんだよ。まあ、でもあんたの力じゃない。あんた今夜用がある？うん。私小田原まで買い物に行くんだけど、一緒に行ってくれない？ああ、行ってもいいよ。今夜早番だから。兄ちゃん手伝ってくんない？もうちょっと待ってくれよ。あら、奥様。先ほどはどうもありがとうございました。いいえ、それおできになりまして。なかなか離れないんです。あなた方みたいね。ゆりちゃん、私明日湖水の方へ出かけてみたいと思うんだけど。とってもいいとこですわ。あたいも行きたいわ。それじゃあ今晩私から支配人にお願いして、ゆりちゃんに案内してもらいましょうね。まあ嬉しい。兄ちゃ ん、明日店番変わってね。あ、いいよ。すみませんね。いいえ、ゆり坊。そこお前が買ってくんだぞ。うん。ゆり坊、もうお休み？うん、もうちょっとね。ゆり坊、もういかがにお休みよ。もうちょっと。さっきから同じことばっかり言ってんじゃないか。夜本読んでると目が悪くなるよ。だって兄ちゃん、昼間売り場で読んじゃいけないって言ったろ。そんなこと言ったら明日の朝また起こしても起きないんだろう。大丈夫。あっ、熱があるよ。ダメダメダメ。あれだ、兄ちゃんってのはずっとあったかいじゃない。そうかな。だけどゆり坊は明日奥さんと小川へ行くんだろ。それに、ああ、兄ちゃんが寝るぐらいだったんだよ。じゃあ兄ちゃん早くお休みよ。じゃあおやす。だけど、これ本当に眠っちゃうぞ。ん？いいじゃない。うん。だけどね、ゆり坊が眠らないうちはね、兄ちゃん心配で寝られないんだよ。じゃあこれが外れたら、あたいちゃんと言うこと聞いて寝る。ね。うん。そうか。
白くなってきたわよ。聞かせてあげようか。うん。ハンスは7年の間ご奉公しましたが、馬に乗って何の屈託もなくとことこと歩いて、実はね、イリボが夜なかなか眠れないんだよ。体でも悪いの？いや、病気じゃないんだ。あの早川さんっていうお客様からいただいた本に夢中なんだよ。それで出かけられないの？うん、あの子が眠れないうちに出かけるとかわいそうだからな。イリちゃん幸せね。ねえ、八田八さん、八田八さん結婚したらやっぱりイリちゃんのようにおかみさんを大事にするかしら。さあ、どうだかな。おい、イリボ。船着き場までじきね。ええ、兄ちゃんのお土産何買ってこうかな。あなた方は本当に仲のいいご兄弟ね。いい兄ちゃんでしょ。でも割合に世話が焼けんの。夜寝るときお腹出してるんでしょ。その格好ったらもうクジラみたい。でも歌はちょっとぐらいうまいの。下手なのは奥様にいただいた知恵の輪。よう、この間すまなかったな。いや、お客様笑っとられて、あの体じゃ無理はないってね。そうか、ちょっと心配してたんだけど。ちょっと貸してみろ。うん。おいおい、困るじゃないか。これ奥さんが出したのかい？うん、あたいのお土産よ。そうか。どうやって開くんだろうな。知恵の輪よりは優しい。そうか。うん。なんだよ、こう開けりゃいいんじゃない。なんだよ、こんなことじゃ驚かんぞ。やばい、驚いたい。ほら。人を脅かそうと思ってわざわざこんなもの買ってきたな。兄ちゃん、割合と気がちっちゃいんだな。今日のごちそうなんだい？兄ちゃんの大好きなもん。ああ、お腹空いたな。だけお昼ご食べちゃったんだから。うん、うまくやってやんな。美味しかったか？うん。それからね、うん、モーターボートに乗ってね、うん、奥さんといろんな話しちゃったの。そうかい？どんな話したんだい？あのね、東京のうちは西洋館でね、うん、兄ちゃんみたいな大きな犬が2匹もいるんだってさ。おいおい、奥さんがそんなこと言ったのか？うん。そんでお兄ちゃん評判が良かったから安心してや。どうだか、また余計なこと言ったんだろう。ちょっとばかりね。あとは今日早く寝ちゃおっと。うん。また本読んでる。また明日眠いから寝なさい。ね。おいしいね。
兄ちゃん歌うたからさ。ね。ふけゆく秋の夜、旅の空の寂しき思いに一人悩む。ダメだよ、寝なきゃ。なんだい？おやすみ。いらっしゃいませ。うん。おお、なかなかいいところじゃないか。はあ、おかげでもうだいぶ元気になりました。うん、まあ秋までゆっくりしなさい。はあ、水谷さんもいらしてますのよ。おお、一人で？いいえ、皆さんで。賑やかで楽しそうですわ。うん、まあここも慣れれば寂しくないさ。そうだ、久しぶりにくつろいで一つ三谷とおごでもやって帰ろうかな。よいしょ、こいしょ、よ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 いしょ、
これこれ、そんなことをするんじゃありませんよ。うるさい。うちの中で騒ぐとは何です。お父さん負けてるもんで機嫌が悪いんだよ。お父さんまた負けたの。負けてやしませんよ。いやいや、お父さん残りんぼ。静かになさいな。どっかに遊びに行くとこないかしら。すぐそこの川へよく釣りにいらっしゃいますけど。うん、魚が釣るの、うん、私も行きたいわ。釣りしたいな。子供たちだけじゃ危ないけど、誰か連れてってくれる人ないでしょうか。はい。どうぞ。あ、では。ああ、ああ、ごもっともです。かしこまりました。ではこういたしましょう。そう。そうしていただけば大変結構ですわ。じゃあお願いします。あの大きなポーターが一緒に行ってくれんです。よかったわね。あのデブちゃんだろ。そうそう。僕のカバンを破ったデブちゃんだ。おしろいや。みんな世話を焼かしちゃいけませんよ。あ、おじさん、餌つけておくれよ。え、あ、釣れた釣れた。大きな釣れたい。おじさん大きな釣れたよ。よし、おじさんが釣りますよ。やった、はっちゃん。おう、今晩公園散歩しない？ゆりちゃんも誘って。うん、行こう。この間腐ってて、せっかくゆり坊が早く寝てくれたのに、君は留守なんだもん。普段お互い様じゃないの。ふん。じゃあ仕事終わったら誘いに行くぜ。え、待ってるわ。さよなら。さよなら。次の句体でお立ちですか。ああ、いろいろありがとうございました。どうも。いいえ。ありがとうございました。あら、奥様もお帰りですの？いいえ、私はまだおりますの。ああ、もうそろそろお時間でございますから。ああ、そう。はい、行きましょう。懐かしやかに今の家、木々の緑深く、朗らかに糸は歌い、我が家帰りゆく俺ら、麗しき星のもとに、この間こすったから、今度山へ登ってみたいな。一緒に行きましょうか。うん。でも兄ちゃんダメね。どうして。クジラは山へ登れないもん。こら、立っていこう。はあ、さようでございます。あ、十時に承知いたしました。お待ちしております。おはようございます。あ、10時に満州国の方が見えられるそうだ。やたし君頼むよ。は、予定を変更されてわざわざお立ちになるんだから十分手違いない。かしこまりました。ちゃんとできてるね。はっ、できております。
ここです。時ちょっと行ってきますから。少々お待ちください。はいはい、もしもし。あ、ああ、フィちゃんか。何？え？何？ユリボンが？うん、うん、あのおかげだね。うん、すぐ行く。ユリボン、しっかりしろ。フィちゃん来たぞ。ホテルなんて見たことがない。うん、大変な手抜かりだ。申し訳ありません。わざわざ予定を変更してここまでお連れしたんじゃないか。え、それに皆さんに荷物などをお持たせするなんて何ですか。実に不祥な話だ。私の立場はどうしてくれる。まだ駅にたくさん荷物があるから早速取りに行ってくれたまえ。まあどうしたんですの。あの、ちょっと急ぎますから。じゃあ、ふりちゃん。どうしたの。ゆりちゃんが崖から落ちたんです。まあ。申し訳ありません。とにかく、使用でいなかったのか、法要でいなかったのか、はっきり言ったまえ。私が悪かったです。すみませんでした。そんなことで済むと思ってんのかね。ホテルの名を怪我した君は、即刻、やめてもらおう。その夜は無事に明けました。ところが起きてみると、昨日荷物を下ろして火につないでおいたロバがどこへ行ったか姿が見えません。食べ物を探しに行ったのか。どうかしたの、こんなに早く。いや、ユリボナは心配だったから。どうだい、まだ痛むかい。うん、もう大丈夫。もう少し我慢して寝てなきゃダメだよ。あら、もう今日ホテルの方に行かなくてもいいの。いや、こっちの方が気にかかるから、あと山田君に頼んできて。すぐ就職口があるわけはないし、僕が職を探してる間しばらくユリ坊を見ててくれないか。君より他に頼む人がないんだよ。ええ、大丈夫よ。あなたの代わりにちゃんと見てあげるわ。ありがとう。兄ちゃん、ちゃん、まだ悪いんですかしら。悪いと申しますと。
それに八田八さんどうしたんですか。ああ、実は昨日お客様に大変ご迷惑かけましたので責任上辞めさせました。まあ、でも理由もよく聞いてやらないですぐ解雇するなんて少し軽率じゃございません。じゃあ頼むよ。誰でも行ったら就職口があるかもしれないから。おい、八田さん。今、君のうちに来なかったんだよ。どうかい？おい、八田さん。どうしてあんのを話さなかったんだ？だってホテルに迷惑をかけたことは、そんな私事では済まないだろう。とにかく、一緒に行こう。どこへ？支配人が呼んでるんだよ。うん。早川さんの奥さんから訳を伺って、すっかり分かったよ。ああ大変すまなかった。ああ万象君の方々もその訳を聞いて君のことを大変褒めて笑いました。恐れ入ります。まあしっかりやってくれたら。 ありがとうございます。おかげさまで支配人も了解してくれまして、その上接客主任に昇進することになりました。まあようござんしたわね。はなんともお礼の申し上げようもございません。いいえ、それよりゆりちゃんは、もう一日だけ休ませればいいと思います。そう、お見舞いに伺わなくちゃね。いいえ、とんでもない。そんなことしていただいて本当に恐縮いたします。緑輝く公園に昇る湯煙、楽しく招く若い命の旅行く夕べ、お金難かしいご覧のホテル。あら奥様。どうゆりちゃん。もう大丈夫なのよ。でも兄ちゃん明日包帯取るんだって。早く良くなってよかったわね。うん。これお見舞い。あら、あ、汚いけど上がってくださる。どうぞ。開けてごらんなさい。うん、ありがとう。あら、かわいいわ。持ってらっしゃるんですか。ええ、昔から。それちっちゃい時から持ってますの。あなた小さい頃からお兄様と二人っきり。ええ。ご両親は。大学卒の時お亡くなりになったの。大事な用を思い出したからこれで失礼。お大事にね。もう帰んの。さよなら。さよなら。
いらっしゃい。ああ、あなたが見る見てびっくりして来たようなわけなんだが、確かに間違いないんだろうね。あ、あなたに来ていただいて早速あの兄さんに事情を聞いてみようと思います。うん、で、すぐ声来てもらえたろう。は、じゃあすぐ行こう。その服ができたら早速ボットル屋店に行くんだろう。ゆりちゃんが見たら喜ぶでしょうね。ああ、おります。あ、すぐに伺わせます。おい、早川さんでお呼びだ。あ、そう、ちょっと待ってね。どうぞ。お呼びでいらっしゃいますか。ああ、実はちょっと尋ねたいことがあるんだがね。ああ、まあかけたまえ。ああ、実は突然だが、あの下の売店のゆりちゃんという子供のことなんだがね、あれは君の本当の妹かね。え、そうです。妹はどうかしたんでございましょうか。お人形なんです。妹さんが可愛がっているあの古いお人形なんです。ねえ、八田八さん、お願いですからどうか本当のことをおっしゃってください。私にはあのゆりちゃんが震災ではぐれた娘のように思えてならないんです。あの時何にも知らないでお人形を抱えて喜んでいたあの子の面影が今でも目の前に浮かびます。あのお人形、決して間違いはありません。あれです。八田八さん、諦められずにいた子供が見つかったんです。十何年間男で一つで育ててきたものを今急に君の手から奪っていくような残酷なことは十分悪いと承知してはいるんだが、けれど子供を失った夫婦の寂しさも考えてくれないか。それじゃあ、ユリをお連れになってしまうんですか。そんな。つらいでしょう。しかし、我がことを知りながらそれを手元に置くことができないということを。わかりました。今日まで無事に育ててくれた子がきっと何らかの形で。そんなことはおっしゃらないでください。またカバンでも破ったんじゃないの。八田橋さん、それでゆりちゃんを渡すことにしたの。どうして、どうしてさ、あんなに可愛がってたゆりちゃんを。可愛いよ。そんなのなんて承知したのよ。あんたはそれでいいかもしれないけど、ゆりちゃんはどうなるの。そんなこと分かってるよ。ねえ、ゆり坊に何て言おう。あんた言える。
ふりちゃん、昨日来なかったのね。あ、とってもいいもんなんだよ。ほら、この人形。ね、かわいいでしょ。早川さんの奥さんにいただいたの。ゆりちゃん。何？このお人形さんも、その奥さんにいただいたんだってね。違うわよ。これ、あたいのお母さんにいただいたんだもん。ゆりちゃん。ん？驚いちゃダメよ。その母さん、早川さんの奥さんだっていうことが分かったの。え？お腹ないのね。兄ちゃんだってゆりちゃんの幸せを考えているのよ。ゆり、兄ちゃんの言うこと聞くんだぞ。兄ちゃんがバカ、意地悪、兄ちゃんなんか大嫌い。兄ちゃんのバカ。ゆりちゃん、ゆりちゃん、そんなに泣いたら兄ちゃんは困っちゃうじゃないの。早川の奥さんと一緒に行った時の楽しかったことを思い出してごらんなさい。いいお母様でしょ。お母さんと呼んでちょうだい。兄ちゃんにわがままばかり言って、あたい何も、何も。富士ちゃん、あたい今日東京へ帰ることになったの。そう。兄ちゃん来てくれっていいんだけど、来てくれるかしら。ええ、大丈夫よ。あたしこれから八橋さんにそう言ってきてあげるわ。そう、お願いよ。ええ、いいわ。
あ、ふいちゃんか。あら、やっふできたのね。ああ。早川さんたち、今日お昼過ぎにお立ちになるんですって。うん。ねえ、ゆりちゃんが兄さんはなぜ来てくれないのかって、そう言ってた？言ってあげなさいな。この洋服着て。うん。兄さんにお別れしてらっしゃい。兄ちゃん。ゆり子。兄ちゃん。ゆり子。東京に着いたら手紙くれるんだよ。兄ちゃんもね。うん。ほら、いつか話した2匹の犬によろしくね。だったらまた遊びに来るんだって。そうかい、うん、待ってるよ、うん、きっとだよ。早川君は部屋にいるかね。君のお父さんだよ。うん。あ、そう。やあ。やあ。八田橋君もよくその気になってくれましたね。いやあ、その話をするにはずいぶん苦労したよ。子供は何と言っても母親の手元に置くのが何よりですからね。うん、気のせいか奥様のお顔の色もすっかり晴れ晴らしくなったじゃございませんか。はあ、何ですか、病気なんかどっか逃げてってしまったような気がいたします。うん、これからはお宅様に負けないくらい賑やかになりますと存じます。ただそれが楽しみで。ではお元気でね。ああ、いろいろご心配かけたね。どうも。僕はここで失礼します。ああ、どうぞお構いなく。では、ご迷惑ください。ご厄介になりました。いえ、来年もどうぞ。あ、ありがとう。で、さよなら。さよなら。ご覧ください。山から降りちゃったかしら。本当になんだかがらんとして寂しいわね。
でも来年の春になったらきっと来るって言ったら。そうね、その時はここへ呼んで二人でうんとごちそうしちゃいましょうね。うん。